待たせ。ああ、まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれるや。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそ、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな、たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ。だってそうでしょ、このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になって、この町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえ、この町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。そう、俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。分かった。星野会長、俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。
ああ、わかったよ、まったく。ただご馳走するって言われてきたんだがな。すっかり乗せられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまで辞める気はないでしょう。勝つまで辞めないか。お、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。出なきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。まあ相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか。あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそ星野会長が出馬ってのはどうです。なんだと。だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら一人称でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩をろって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする春日君。
おい待てよ一番、なんだよ急に大阪に行くって。荒川のおやっさんには助けがいるんだ。この俺の助けがな。三つから連絡があったんだよ。今おやっさんも蒼天堀に向かってるとこだ。なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやっさんが言ってんだ。でそのおやっさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。分かってるよ、タグ。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや悪いが、蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら、あとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。はい。はい。
本当に親父はわざわざ蒼天堀まで出向かなきゃならなかったの？ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶しておくのは当然かと。なるほど。なら、なんで今回に限って事後報告なんだ？親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません、若。私も先ほど知らされたもので。そうか。まあ、あとは何が起きるか見物だな。え、何が起きるかと申しますと？考えてみろ。渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか？そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。近江の会長は寝たきりのままだろ？容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ後目の話もしなくちゃならん時期のはずだ。いえ、そこまで差し迫っちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に後目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任。そしてきっとその時代がしばらく続くことになる。でももし後目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は親父はそうなる前に渡瀬を消す気かも。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。神室町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか？え、親父のおかげで神室町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり、でも登場会が消えたそのどさく、自分は自分で近江を引き入れて一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ。しちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思って。正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかった。つくづく権力ってのは魔物だよな。親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること？親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろ。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったらそれは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。いや、裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだ。俺の立場はもはや参詣作戦の時とは違う。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外は、必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓う？俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思うということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、
いつお戻りやったんですか。今日の昼や。明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。はっ、仇は知らんでええこっちゃ。油売っとらんとちゃっちゃと仕事せい。いてまうぞこれ。いや、やめてくださいよ。剣道さんのパンチはシャレにならないっすわ。なんやと。なんでもありまへん。仕事ありますんで、ほなまた。おっとボーイさん、これおかわりな。あ、私も。よー一番、スマホずっと見てたってミツって野郎がすぐ電話してくれるわけでもねえんだからよ。つまんねえ顔してねえで、ここは一つ楽しく飲もうぜ。うん、賛成。大阪って最高だね。だーもううるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの？電話待ちってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ。渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ、こっちはおやすさんの件でそれどころじゃねえってのに。気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ、小獣とみてえに。でもよ、さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの、結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った、メールだ。ん？ミツってやつからか。くそ、なんだこりゃ。どうした？ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。あの野郎、こっちの気も知らねえで。はーい、一番、写真見てくれたかい？レアなんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、分かったから。え、どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中でよ、1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でも、ワイ。とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、ソーリーね。でもそんなに怒って。What happened? じゃあな。カリカリしないでよ、ミスター一番。すまん。カズガよ、そんなにカリカリするくらいならさっさと本部に行っちまえよ。え？こんなとこで連絡待ちしてるなんてお前らしくねえぞ。それに、もし客の噂通りドンパチでも始まっちまったら、荒川真澄の身も危ねえんじゃねえのか。おい足立さん。そうだな、よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。
なあ。トイレの場所はここか。どうしたナンバー。初めての街ではまず公衆トイレの場所をチェックしておくんだよ。へえ、しっかりしてんな。旅行者の知恵ってやつか。いや、ホームレスの癖だな。ああ、なるほど。なんだ。おい。わかった。田中萌実のサインがある。誰だそれ。まあ、いわゆる地下アイドルってやつだよ。へえ、ナンバそういうの好きだったんだな。別に好きじゃねえよ。一時期ちょっと興味があっただけでさ。はあ、
このタイプのサインを書いてるってことは、あ、これは6年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味ある割には詳しすぎんだろ。いや、モエポンのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。あんたも？いらっしゃい。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。俺
こら、どうするためだ。なめんなよ。思う存分やばんだな。来いよ。それでは出発いたします。ミツカ、遅えよ。いつまでほったらかしにする気だ。これ、すいません、兄貴、こっちもなかなか一人になれなかったもんで。今どこにいんだお前。近江連合の本部施設です。先乗りしてきた幹部たちに食事の手配とかやらされてるとこで。出所祝いの前夜祭ってか。さっきからひっきりなしに出前が出入りしてんのが見えるよ。え、見えるって、兄貴、じゃあもしかして今。おう、呼ばれる手間省いてやったぜ。こっちも近江の本部に来てる。すぐ目の前だ。なんで来ちゃってるんすか。もう荒川のおやさんも中にいるんだろう。え、いますよ。いますけど、もう少し待ってください。手が空いたら俺の方でこっそり会える場を手配しますから。そう言われてもう何時間待たされてると思ってんだ。だから俺の連絡を待ってから横浜出てくれって言ったじゃないですか。言ってたような気もするな。気もするって俺はちゃんと言いましたよ。でも来ちまったもんはしょうがねえだろ。俺の気持ちも察しろ。一度そこは離れてください。本部の連中にも兄貴の顔を知ってる者がいるかもしれません。やばいですって。全然やばくねえよ。近江の連中がうろちょろしてるようには見えねえ。さっきから見えんのは出前のあんちゃんたちだけだ。なんならそいつらに紛れりゃスルッと入り込めそうじゃねえか。入り込むって本部の中にですか。冗談言わないでくださいよ。メツ、俺は親さんと早く会いてんだよ。カムロ町であの人に撃たれてから俺はずっとそればっか考えてたんだ。わかるだろう。もういい。おめえが止めても俺は行くぞ。待ってくださいよ兄貴。おやさんは本部のどの辺にいるんだ。いや、だからまだ教えねえつもりか。そうかそうか。じゃあ中にいる人間から無理やり聞き出すだけだな。喧嘩になっちまいますよ。おお、おやさんが見つかるまで片っ端から全員ぶちのめしてやる。兄貴、でもお前が教えてくれりゃ揉めねえように努力する。それ約束するぜ。おやさんは本部の奥竜の間って部屋にいます。竜の間だな。一人でいんのか。いえ、客人と一緒です。三人ほど。分かった、ありがとな、ミツ。兄貴、マジでやるんすか。よし、おやさんの居場所が分かった。強引に聞きやがって。じゃあ行くか。待ってくれ、行くのは俺一人でいい。大丈夫だな。あみんな、俺ここまで付き合ってくれただけでも感謝してんだ。今ここで抜けてもらって構わねえんだぜ。おいおい、今さら何言ってんだよ。そんな水臭いこと言われると
なんか悲しいな。その通りだ。俺ら観光で大阪まで来てるわけじゃねえぞ。いいもの持ってきたよ。おかもちがあったから拝借してきた。まあ大阪は楽しませてもらったけど、俺だって観光に来たわけじゃないよ。これでスムーズに侵入できればいいですね。みんなありがとうよ。おれーおれー、奥や奥、まっすぐ行って奥の駐車場に入れてくれ。それは控えすな。場所わかるか。わからん。おい、誰が案内したってや。ねえ、こっちやで。出前の人たち足元を気ぃつけてな。ほんまみんな腹すかしとるさかいな。出前を首長押して待っとったんやで。あと何台止めれんねん。あ、誰か確認せや。おい、さかいはまだかいな。さかいが来とるんちゃうか。おやさんは奥にある竜の間ってとこだ。みんな怪しまれんなよ。ねえ。ああ。ああ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
おう、なんやお前ら。え、ああ、竜の間に行くとこなんすけど。竜の間やったらそこの階段上がったとこやけど、お前ら代行に呼ばれたんか。代行？荒川のやっさんっすよね。ええ、そうなんすよ。代行が呼んだなら誰か案内のもんをよこすはずや。なんで案内のもんはついとらんのや。いや、どうなんすかね。今日は皆さんお忙しいようですし、俺ら直接入っていいって言われたんですけど。そんなわけあらへん。よそもんが勝手にうろついてええ場所とちゃうで。誰に代行の部屋に入ってええって言われたんや。どこの組のなんちゅうやつや。いや、誰だっけな。怪しいの。おう、もじゃもじゃの。お前、名前は。俺は荒川組のもんです。名乗るほどの名前はありませんけど。余計なこと言わんで、名前を言え。さっさと言え。春日です。春日一番。おい、アドリブしろよ。もう遅え。仕方ねえだろ。なんや、めでたい名前やの。よく言われます。助かったってか。代行がカムロ町で売ったやつや。何しに来たんや。笑え。バレてんじゃんか。今ならこっちの方が人数が多い。やっちまうか。ああ、一気に行くぞ。やる気か。中東や、おもろいやんけ。うちのメジカルはやってやる。私の番ね。ザコ、なめんなよ。やってやるぞ。どうしたやったい。俺の番だよ。やめてんのか。やんのか。俺の番ね。なめないで。やってみろ。とっておき。な。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。よし、行くぞ。いいじゃんな。おい、隠すんだ。よし、これでいい。行こうぜ。おっと、まずいとこ見られちまったようだ。よう来たの。俺は退屈すぎて危うく死ぬとこやったんや。おかげでやっと出番ちゅうわけや。やるぞ春日。仲間を呼ばれる前にこいつらも片付けねえと。ふん、仲間を呼ぶか。それやったら安心せえ。俺らにはそないな、みっともない真似はできん。そいつはいねえ。助かるよ。みんなあんたらみたいだといいんだけどな。この貫禄、幹部クラスかな。なかなか人を見る目あるやないか。おい一番、なんかこいつら普通と違うぞ。分かってる。さすがは近江連合の総本山って感じ。ようやくその実感がありますね。よう、眼帯のノリの良さげなあんた。なんや。昔東上界に固めの狂犬ってのがいたんだけどよ。ふん。まさかあんたじゃねえよな。さあどうなんかの。
もしあんたがそうだとしたら、それがなんで近江の本部にいるんだろうな。聞きたいことがあるんやったら力ずくで聞いてみや。そないなこと言うて体なまっとるんとちゃうか、真島の兄弟。アホぬかぜ兄弟、何年この日を楽しみにしてきたと思うとんねん。久しぶりの喧嘩や。さっきから体がうずいてしゃあないわ。行くで、マジマゴロカキや。Yeah!
ぜ。やってみろ。なんとかしないと。もんじゃねえな。絶対負けない。問題なしだ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。厄介なのに、あのおっかなそうなのも来やがって。おい、みんな、二人で何してくるかわからねえ。やば。よし、行くぞ。やんのか。
ってみろ。ほら来いよ。なめんなよ。なめるな。とっておき。やんのか。やってみろ。逃げるなら今のうちだぞ。やめるな。やってみろ。回復だ。やんのか。見てなさい。やってやるぞ。ほら来いよ。ヒサンキュー。しんどいな。行くぜ。やめるな。逃げるなら今のうちだ。上司、好みはサービス、スタートのウィキーネ、イダリーネ、フィニッシュネ、またのグリーン、お待ち、おいた、ほら来いよ。うん、おい、やってみ、なんとかしねえ。絶対負けない。やってやろう。なめんな。おい、来た。なめんなよ。
ってみろ。あつやるか。なんとかしねえとな。やってやろう。よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだぞ。ザコが。舐めないでくれる？やんのか。ほらよ。ありがとう。舐めんな。舐めんなよ。やってみろ。逃げるなら今に来てみろ。やめるな。ほら来いよ。おい、聞かんわ。俺の番ね。絶対負けない。ザコとっておき。ほっ、やめないでくれ。はい、もう、うん、おしんどいな。やんのか。行くぜ。俺の番だな。
うするかね。してみろ。ダックは俺の番だな。強くなっちまったか。またいい女になっちゃった。テンション上がりますね。いやいや、思ったより楽しませてくれるやないか。こっちも楽しませてもらってるよ。化け物だぞこいつら。ただのネズミとはちゃうな。もうお互い遠慮はいらんちゅうわけや。今まで何か遠慮してくれてたっての？みんな聞いてたな。こっちもそろそろ本気出していくぞ。そこまでだ。喧嘩の続きは明日まで取っといてくれねえか、イジ。おい、もしかしてあいつが。ああ、荒川だ。おやっさん。
イチ、こちらは東条会六代目堂島会長だ。東条会の六代目。六代目、あいつがうちにいた男で一番です。東条会荒川組、春日一番。堂島大吾だ。そちらは真島五郎、そして西島大河。なんや、やっぱり味方やったんか。大きにな、六代目。おかげでこの喧嘩不完全燃焼や。だから本番は明日だって言ったでしょう、真島のおじき。もう少し人の話を聞いていただかないと。おい、どうした、二人とも。またやるつもりなのか。手出しはさせねえぞ、荒川。大丈夫だ、俺はもう一応打ったら死ねえよ。どうだかな。だったら俺らに信じさせてくれ。ああ、言葉を尽くさせてもらう。みんな入ってくれ、竜の間に。続きは今度やな、春日一番。座ってくれ、イチ。よかったらそちらの皆さんも。それじゃ失礼します。会長はじめ真島も西島もこちらのお三方は長いこと姿を隠して、2年前の神室町参詣作戦以来ずっと。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。神室町の参詣作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東条会の内部情報が、知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ、六代目。おい、イチ。いいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東条会を裏切ったわけじゃない。東条会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。え、俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつは
カムロ町産経作戦で東条会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば母体法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなことを。ああ、そして俺が困っていたところに沢城が提案して雅人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきと。雅人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は雅人を俺よりも甘やかしまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえから。だから雅人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が雅人の頼みを断ったとして、雅人はおそらく他の組に同じ脅しをかけ、そしていずれは東条会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は雅人とは世代も違い、若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えた。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もジジイ殺しやな。そのジジイの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東条会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東条会の大門が奴隷の証？言い過ぎたか。だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男、それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって、何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬っての襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東条会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東条会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃん。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。店がそう言ってなかったか、一番。あ、なるほど。昨夜はそれでおやっさんと話ができたってわけですか。たくもう、俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだよ。真島さんや西島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ。俺他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。まあとにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも東条会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。
これからやることがおやすさんの信じる正解だって言うんなら俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやすさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか？まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で言ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おい、それでは。あいつ名前なんだっけ？天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで？ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるや。なんで踊れがここにおる？どないして入り込みよった？天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大工、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね、今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや？楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。
いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数、蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世期には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますやん頭、何言うとるやん。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここにいる。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、お前はギャル解放け。ミツがそう言ってなかったが、一番思い出したが。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああもちろん、それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな頭争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなのは誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかもカムロ町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは産経作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。1つは産経作戦を成功させること。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、カムロ町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその産経作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非情な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続け、そして東条会が消えたカムロ町に近江の連中を引き込むことだ。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけ、そのおかげで今この蒼天堀にいるのはカムロ町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあ親父さんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして
期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言。今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。やっぱ登場界伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみろ。なるほど、そういうことやったんですが、荒川天道来ないな。喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。ぶっ殺してやるよ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。やるやる。逃げるな、今の。なめないでくれ。とっておきだ。ほら、来い。なめんなよ。やってみろ。やんのか。とっておき。みんなどうやら、なんだ。とっておき。おいしいくぞ。してみろ。やってやろ。ほら来い。逃げるな今の。絶対に負けない。なめんなよ。いいぞ。よし。やんのか。やんのか。俺の番だな。俺の番ね。なめんな。ほらほら。見せろよ。ぶっ飛ばしてやる。ほらほいよ。やってやるぞ。行くぜ。なめんなよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。私の番ね。やんのか。ほら来いよ。見てなさい。どうした。おい来た。やめんな。絶対負けない。とっておき。おいし、行くぜ。どうやる。俺の番か。やってやろう。元通りだ。あっつ。これで俺の番だな。ほら来いよ。
雑魚が。ぶっ飛ばしてやる。ほらほら、やってやるぞ。とっておきだ。全力で行くぞ。さあ覚悟しな。とっておき。やるか。ガンガン行っちゃうぜ。見てろよ。ジャンパンが入るか。やるぞ。逃げるなら今だ。ほら、やるぜ。ほら、うわぁ、早く。あっちちち、あれ、バリバリ行くよ。なめんなよ。どうした？見てなさい。それでも食らえ。よし、来た。とっておき。ほら、来いよ。はっ、やんのか。いい調子だ。ダッカー。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやる。足りねえぞ、こら！カーメテンと痛い耳ほど泣けねえぞ。よし、行くぞ。じゃあ、やんのか。逃げるなら今の行きだ。なめないで。ほら、来いよ。どうした？見せてやるよ。全力で行くぞ。やってみろ。ほら、来いよ。やんのか。どうした？見てなさい。してみろ。よし、来た。いいぞ。とっておき。おっ、やってみろ。いいぞ。やるぞ。やってやるぞ。舐めないでくれる。舐めんなよ。やってやろう。やってやる。いいぞ。じゃあ来てみろ。ほら、やるぜ。やんのか。やめるな。とっておきだ。いいぞ。すっきりしたぜ。さあ、覚悟しな。なめんなよ。ガンガン行っちゃうぜ。ザコ、ほら来いよ。見てろよ。やんのか。ぶっ飛ばしてやる。
緊張したら逃げるなら今のうちだぞ。ほら来いよ。だっこいつで問題ねえぜ。やめんな。来てみろ。やめろか。問題ね。バリバリ行くよ。ザコンなめんなよ。とっておき、それでも逃げるなら今のうちだ。よし来た。やってみろ。とっておき。俺の番か。行くぜ。よっしゃ、こいつは逃げられるぞ。これで全部か。やったぜ。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなく。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやっさん、今まで本当によく生きててくれたな、イジ。おやっさん。待てよ、なんだよそれ。あんたが六代目をずっとかくまってたって。イエスね、さっきからそう言ってる。オーケー。言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。六代目の大吾くんとは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ、カムロ町参詣作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ真島さんや西島さんも。もちろん、伝説の極道たちつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ親さんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだよ。デートってとこだね。おお、デート。今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。
そっちが先役だったのに悪いな、一。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて、蘇天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の組員たちも町の肩書きの皆さんも、100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それは当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸つぶれ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか？いや、やれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから、おやさんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの癇癪だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってやられねえ。え？六代目は私は、あいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろ雅人が俺に東条会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある。雅人は自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。きっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先おやさんはどうする気なんですか？これから何を？六代目や私たちは組織を解体した後、やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってな、こういう気持ちなのかね。なら、これからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか？いいし、おめえ、俺は
俺はおやすさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ、組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもね、いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。内一、お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。マサトがソープでそんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いてえか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話だった。まったく不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。出れないんでメッセージをどうぞ。青龍会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。